再生ボタンをクリックしていただきありがとうございます暇な犬スタジオのかわいです今回はひまな犬スタジオからお送りする11月のライブ番組のガイドをお届けしますまず1日「万人の知恵チャンネル」ホストはジャーナリストの鶴部ひ,ひろさんです2日にわかラグビーファンの集いこちらイベントですバー営業していますのでぜひ遊びに来てください店長は私ひまな犬河合が務めさせていただきます 10種類のビールを提供させていただきますのでぜひ盛り上がりましょう3日はデューク・エリントンエリントンすごいぜこちらのホストは神のジャズ滝沢さんにやっていただきます神田店でもやったイベントですが今回公演時点で番外編ということでやらせていただきます楽しみですねそして4日私沖縄に飛びましてハブスタこちらのリニューアル工事を 担当しますさあホストはおなじみプロ o k i z a i c o の森下千鶴子さんですどんな番組になるか楽しみですね6日こちらひまな犬スタジオ神田店からのおなじみの番組ゴニョスタをお送りしますホストはポケットマルシェの代表取締役である高橋さん今回はどんなものを食べながらどんな話が飛び出すんでしょうか7日こちらもひまな犬スタジオ神田店からの配信になります 日本永久グルメの街連合ということでスーパー公務員としてプロフェッショナル仕事の流儀にも取り上げられたホスト島根県の大南町寺本さんがホストを務めます7日人気番組です滝田恵の履歴書後編いよいよフィナーレですこちらスタジオ観覧もできるのでぜひ恵の話を聞きに来てください8日地獄のマリア ホストは直美磯村さんです鳥語りの聞き応えのある番組今度はどんな話になるんでしょうか9日は日替わり店長大谷さんにやっていただきます鹿児島つながりの出会いどんな展開になるでしょうか10日はジロヒマ牛久でライブバーをやっているジロンさんの名物番組今回どんなゲストを呼んでくれるんでしょうか14日は社会派番組トゥルーアングルの公開収録 ホストはおなじみジャーナリストのつりべひとひろさんです。十五日はインタービュー開催期間の最終日ということで、日替わり店長を私、ひまないぬかわいがさせていただきます。インタービューで地方から来ている方もぜひ夜、最後の夜に遊びに来てください。十七日は番組名未定ですが、新しいホスト、毛利陽子さんが番組を持っていただきます。十八日は万人の知恵チャンネル。ホストはおなじみジャーナリストのつりべひとひろさんです。 19日、段林たまみの反省しない反省おなじみの問わず語り、じわじわと人気が出てきています。現場でぜひダイナミックな問わず語りを聞いてください。18日も万人の知恵チャンネル、ジャーナリストの鶴瓶仁弘さんです。20日は神田店からお送りする報道番組ジャパンオブデプスホストは阿部寛之さん、そして女優のサヘル・ローズさんです。22日は 毎月最終金曜日にやっているプロフェッショナル TV ホストは平松隆夫さんです二十三日は誕生日記念配信ということで淵上慎吾さんが新しくホストを務めてくださいます二十四日は子どもたちがプログラミングした作品を紹介しながら番組を作るという公開収録がありますこちらはクローズ配信ですが主催がテントさんです二十五日は茜沢茜のポージングメソッド ホストは、あかねざわあかねさんです。二十六日は、きいてよ林さん。ホストは、映像ディレクター山本ゆ子さんです。二十六日は、トゥルーアングル公開収録。ホストは、川崎英子さんです。ここで紹介した番組は、予告なく変更されることがあります。詳しくは、各ホストの Facebook ページやウェブサイトをご覧ください。 ひまな犬スタジオ、夜はほとんど埋まっていますが、昼はまだまだ予約枠があります。ぜひお早めにお問い合わせください。今日もご視聴ありがとうございました。現在登録者は726人。チャンネル登録よろしくお願いします。